おはよう、カーキン。おはよう、ってもう午後だぞ。今来たのか。せっかく起こしてあげたのに、また二度寝したのかよ。毎日こうも退屈だと体がなまって仕方ないんだよね。最近たるんでるぞ、孫作。あ、もーちゃん、おはよう。果てしなくのんきだな、お前は。よもーさんの言う通りだよ。当主らしく、もっとビシッとしててもらわなくちゃ。うん、周遊の言う通りだ。お前はもっと南洋の当主としての自覚を持つべきだ。もう、二人して。両耳サラウンドシステムで朝から小言なんて言わないでよ。もう昼だ。二人とも息ぴったり。そんなことないよ。あれれ、コウキン顔が真っ赤だよ。そんなことない。確かに真っ赤だ。龍毛さんまで。僕をからかわないでください。コウキンますます赤くなってるし。うるさいな。うるさいのはむしろコウキンの方だぜ。当主殿と四天王が集まって血は喧嘩とは、なんとも平和なこった。サジッチっていうか、サジッチ久しぶりじゃない。すまない、俺は俺で最近の気の乱れを追ってたもんで。サジさん、気の乱れと言いますと、やはり曹操の。さすがは周遊コウキン、察しがいいね。孫作は気づいてないのか。不安が的中しなければいいですけど。気の乱れ？それって何？何なのよ。大変っす。どうした？お前、南洋学院1年の同士です。傷だらけじゃないか。何があったんだ？実は学校をサボって街で遊んでいたんすけど、突然マガタマ狩りに会って。マガタマ狩りだと？で、その犯人。突然のことで、それは。ただ、町でマガタマ狩りが横行してて、他の南洋当主も被害に遭ってます。みんなが被害に。大変、すぐに助けに行かなくちゃ。待てよ、ハグフ。犯人どこだ。私が相手になってやる。落ち着けって。誰が犯人かも分かってないのに、闇雲にバトル仕掛ける気か。仲間がマガタマ狩りにあったんだよ。黙ってらんないよ。おい孫作、あそこ何やら揉めてるようだ。あの制服はうちのだよ。他校の奴らにマガタマ狩りにあってるみたい。一人相手に寄ってたかって、卑怯にも程がある。こうしちゃいらんない。助けなきゃ。